そうか、ようやくネビリム先生の一件に決着がついたんだな。大佐、ネビリムさんのこと説明してくれる約束ですよね。始まりは私の好奇心です。素養のないものがセブンスフォニムを使ってみたらどうなるか、自分自身で実験をしたんですよ。結果、私の不術が大暴走してネビリム先生の家を燃やしてしまいました。ネビリム先生も瀕死でした。私はディストに手伝わせて先生を町外れに運びました。ジェイド、先生が死んじゃうよ。ああ、僕のせいだ。このままだと先生は助からない。だけどフォミクリなら。そっか、先生のレプリカを作るんだね。だけどここにフォミクリの大きさは。僕の不術でやる。ネフリーの人形で一度成功してるからできるはずだ。何の騒ぎだ。ネビリム先生のレプリカは破壊衝動の塊でした。私は彼女を処分、いえ、殺そうとしましたが、その前に彼女は姿を消した。それで今回の一件につながるってわけか。だけどジェイドはすごく後悔してる。だから生物レプリカを禁忌にしたんだ。ジェイドを責めないでくれ。ルーク、バカ、そんなことするかよ。ジェイドが生物レプリカの復活を許そうとしなかったのは、俺たちもちゃんと見てきたんだぜ。そうですわ、大佐。辛い事件でしたのに話してくださってありがとうございます。いえ、責められて当然の過去ですから、逆に心苦しいですよ。大佐、一つ気になることがあります。レプリカは元素の結合を第一から第六のフォニムに頼らず、全てセブンスフォニムで賄っていたはずでは。ええ、だからセブンスフォニムが乖離するとレプリカは消滅しますね。ふーん、でもネビリムは第一と第六のフォニムを補充するって。ネビリム先生は生物レプリカの第一号だ。当時は技術も違っていた。そうだったな。ええ、基礎を不術の理論で構築していましたし、先生のレプリカは不術で作りましたから。この方法で生物レプリカを作ると一部のフォニムが欠落してしまうんです。結果、精神の均衡が保てなくなって破壊衝動に襲われたり、ある種の能力だけが異常発達する。ネビリムのレプリカもそうだったんだな。ええ、そこでディストと共に改良を加えてセブンスフォニムだけで全てを賄うようにしたんですよ。しかしサフィールが生きてるとは。あいつは昔から頑丈だったからな。あいつは一応犯罪者ですよ。捕まえなくていいんですか。
もちろん手配はしておく。お前らも見かけたら引っ捕まえて連行してくれ。そうだ、その剣はもうしばらく貸しといてやれ。この先の戦いにでも生かしてくれ。待ちなさい。本当に追っかけてきたよ。私をロニール切断に置き去りにするなんてひどいじゃありませんか。ディスト、あなたはモースからネビリム先生のレプリカ情報をもらうはずではなかったんですか。なんですか急に。そのつもりでしたけどね。私がレムの塔から吹き飛ばされて意識を失っている間にモースは死ぬし、バン総長は復活するし、総長は裏切り者に冷たいですから、もう戻るに戻れませんよ。そうか、それで最初のレプリカと接触したのか。それと惑星不術の資料はどうしました。情報部から盗んだのでしょ。大したことは載ってませんでした。重要なものはあの時の火事で焼けてしまったようです。なるほど。それではマルクト軍国家情報法第1条第3項違反であなたを逮捕します。確保。何をするんですか。私はあなたの親友ですよ。誰が、誰の。このディスト様が。いえ、サフィール様が。ジェイドの。どこの物好きなジェイドでしょうね。さ、連行しますよ。ご苦労様です。あとはこちらで尋問を行います。よろしくお願いします。裏切り者、一生恨みますから。ネビリムさん、安らかな眠りにあればよろしいのですけれど。そうですね。もっともあの人の死を招いた私がそんなことを言うのもおかしいのかもしれませんが。大佐、辛かったですよね。大切な先生を2回も。この事態を招いたのは自分自身ですから。私の幼い頃の過ちがその後さらに多くの犠牲を生んだ。こればかりは忘れるわけにはいきません。うん。だけどジェイド。ん？そのあんまり思い詰めない方がいいぜって。俺もちょっとぐらいは気持ちがわかるから。なんというか、あなたに励まされるとは思いませんでしたが、とりあえずありがとうございます。ジェイドのお礼はいつも一言多いな。そうね、